やってきたのは京都。ここに世界から注目を集めている研究所があります。こちらですね。行ってきます。それが株式会社ファーマフーズです。あ、どうもこんにちは。今日よろしくお願いします。かなり緊張気味に出迎えてくれたのはファーマフーズの研究員の皆さん。青笹正義さんに研究所の内部を案内してもらいました。こちらが私たちの研究室になります。ここはバイオテクノロジーを駆使して卵の研究を行っている実験室です。こちらに卵があります。はい、毎日たくさん卵を使って実験しております。ファーマフーズは別名卵基地と呼ばれ、卵の秘密に着目した研究を続けている卵一筋のとてもユニークな企業です。卵に関して並々ならぬ情熱を捧げている研究員集団です。あ、なんかすごく変わった匂いがします。はい、卵の卵黄や卵白からファーマフーズが開発に成功した成分は世界的に注目を集めていて、さまざまな成分が特許を取得しています。どう見てもなんか日常食卓に出す卵とあまり変わらない、はい、あまりとか変わらないんですけれども、毎日食べてる、何気なく食べてる卵なんですけど、はい、皆さんこれが本当完全栄養食品、いっぱい栄養あることはご存知ですよね。はい、でもですね、よく考えるとこの卵はこの中にある成分だけでひよこという一つの命が生まれてくる、もう命のカプセルなんですね。しかもひよこって生まれてすぐにこうピヨピヨと歩き出しますよね。この中にある成分だけで歩くことができる命が誕生してくるんです。そうですよね、骨も全部ってことですよね。はい、そうなんです。私たちは本当そこに着目して長年研究を進めてまいりまして、卵の黄身の中から取ってきた世界初の成分、はい、アイハという成分を見つけ出すことに成功したんです。世界初なんですか？世界初です。アイハというのはですね、節々のクッションを作り出す、生み出す働きを持つ新しい成分なんです。アイハ、アイハです。アイハの生み出す力、実はこういうことが分かったのです。ここは節々のクッション成分を作る工場です。若い体のうちはクッション成分の材料になるグルコサミンやコンドロイチンが次々と運ばれてきて、作業員たちはせっせとクッション成分に作り変えています。ところが年齢を重ねていくうちに全体の機能が低下、材料が運ばれてきてもクッション成分をうまく作り出せません。そんな時にアイハの登場です。アイハが生み出す力を高め、クッション成分がどん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 生まれていきます。たとえ年齢を重ねていてもアイハが加わればクッション成分を生み出す力が高められるというわけなんです。アイハの力は試験で証明されています。これはクッション成分の写真です。これにアイハを加えると青く染まっている部分に注目してください。アイハによってクッション成分が生み出されたのです。このような作品です。違う。はい。こんなに違うもんですか。そうなんです。目に見えて違いが出ると、もう一目瞭然ですよね。これが本当の実力なんです。世界で初めての成分アイハを発見するまではとても長い道のりでした。ファーマフーズはかつて誰もやったことがない卵の秘密をテーマに日々研究に没頭。長年の月日を経てついにアイハの開発に成功したのです。それではですね、はい、では見せていただきましょう。これが新成分アイハです。こちらがアイハです。ありがとうございます。これが卵の卵黄から開発に成功したアイハです。こう見えてとっても貴重な成分なんですよ。黄身からできてるにしては白いですね。そうなんです。卵の黄身のタンパク成分を原料にしてですね、有用な成分をギュッと濃縮しているので元の黄身とはもう似て非なる。色が全然違いますよね。
好奇心旺盛な有森さん、いきなり味見。あ見た目よりは苦い。でこのアイハ自体をこう見つけ出す開発、はい、どのくらいかかったんですか。こちらはですね、本当スタートから考えますともう10年。10年、はい、非常に長い時間かかってるんです。もう製法にもですね、たくさんこういろんな工程があるんですね、はい、それをこう組み合わせてはこう機能を試しっていうことを何回も何回も何回も繰り返してようやく取れてきたのがこのアイハなんです。もうそこには何回も失敗もあったわけですか。ほとんど失敗ですね。ほとんど失敗、はい、必ずいい成分があるはずだと信じてですね、もう繰り返し実験を行って、はい、ようやくこの成分を取ってまいりました。貴重な成分なんです。アイハの生み出す力を節々でお悩みの方のために商品化したのがタマゴサミンなのです。このタマゴ基地にいらっしゃる研究者の全ての方の思いが詰まってタマゴからできたのがこのタマゴサミンなんですね。ありがとうございます。でも本当まだこれからですね、こう日本中のいろんな方々にこう試していただいて喜んでいただくのがもう本当のゴールだと思ってますんで、はい、これからもう頑張っていろんな方に紹介していきたいと思っているんです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。